ボールが落ちたらあんな近くに来ないで。マジで、しゃがんでよ。もしもし、ケイネさん、ケイネさん。少し外にいるのか？今、あんなさんよー。近くにはいないよ。正直者だな。なんでこんなことになるんだ。おい、普段からこれくらい欲しいものだが、ぜひ今回もよろしくお願いいたします。本当に後で怖くなったのでごめんね、進まなくなるので。帰るぞー。待って待って、やだ、ダメ、置いてかないで。こんなところ置いてられるか、私は飛んでいくぜ。そもそもあんたも乗り気だったじゃんか。他の奴らも正気度を失ったから別の生き物になっちゃったじゃないか。ぶっかけてやらいいだろうが。ケイネさん、お前もだいぶ好き勝手じゃねえか。もしもし、ケイネか。もうそれだか十分だろ。どうぞ。だよ、これ交互通信かよ。出ていい感じっすかね。とても悲しそうな顔してる。あんた誰っすか。たまたまよ、うえ、マリサさん、霊夢さんも限界です。どこで？あ、もう知ってましたよ。非常に画面に押しやすいゲームなので目を近づけすぎないでね。酔い止めポイントを前回より小さめに置いとくぞ。いつもなんかありがとうございます。このゲーム他のに比べると先週本当に大変なのでモチベーションになるまで今回もしてくださると幸いです。アップで見てデータが吹っ飛んでたもので、ここまで戻してきましたけど、道中の変化はあまり感じられなかったな。懐中電灯ちょうだい。私二つ持ってるよ。なんでだよ。これ以降の部屋がめちゃくちゃ増えたみたいですね。おら、お前ら準備はいいか。ごめん、歩きぜ。怖いからさっさ突破するぞ。ほんとにそうしましょう。ちゃんと原因今回は録画してるわよね。大丈夫です。業務前記録なしで騒いで走ってただけだからな。ちゃんと回してます。まあそれなら。脱出力作れる。何あるかわかんない。バッチシーン、ただ君レスキューせよ。またガラッと雰囲気変わるのか。いや、駐車場だ。あら、ほんとだ。暗すぎませんか。何か出そう。思ったより、狭い。なんか中継地点な気がするよ。ひたすらに扉がある。片っ端から開けるぞ。なんだどうした。すいません、当たり引いちゃいました。うわ、ほんとだ、上手ねー。マジですんません、でも早く突破できるに。まあそれもそうか。あ、すいません、やってます。あ、どうぞ。チーズあります。あっ、切らしちゃってますね。あら、ネギならあるって言って。お客さんネギならありますけど。ここは、ゴール、見つけた。あ、よかった、苦戦しん。なんだよ、スタートだわ、ここ。みんなごめん、引き返そう。みんなごめん、引き返そう。みんなごめん、引き返そう。待て待てよー。うっそだろ、なんで誰も来てないんだよ。みんなどうこう。懐中電灯言えよ。こっちだわ、今くらい言えよ。あ、じゃあ、ネギで、はいよ、いらっしゃい。しばき回すぞ。大豆ある？はい、大豆いっと。よいしょ。また似たようなところが。まだ駐車場ですか？あれは出口では？やったー、駐車場終わったー。バックルーム自体整合性ないものだけど、駐車場だけやたら長かったなー。なんだこれ？扉の装置か？ポスター。あっち開いた。およよよよ。ねえ、来い、怖い、張り紙が。え？おわーい、チャンネル。あっすんだ。悟り一声かけー。あら、申し訳ないわ。ここはあれか。なんだか結構扉あります。あっち上口マーク。ここがハブって言って、めちゃくちゃ安全よりの空間だ。もしやいろんな部屋の中継地点系？そういう感じ。いろいろ繋がってる。エンティティにも入られないし、物資は湧きまくるし、完全人間有利の空間だ。人同士の醜い争い起きそう。お前ら見とけー。私がここの扉のパスワードサクサク解いてやらー。生きてる。目立ちたいんでしょ。おう。おっちゃねっすよ、あんた。生きてから初手パチコクのやめてよ。ウェイ。何してん？いや、ちょっと。この人ここから見たら真っ黒だなって。ふっ。何よ。この人ここから見たら真っ黒だなって。ふっ。何よ。いや、なんでもねっす。たまに心読めるの承知で出入りしてくるのなんなのよ。今3人大体同じこと思ってるからね。いや、しゃあないよね。なんかここ読みにくいし、ノイズ入る。現実空間とちょっと違うからじゃないですか。なんはあってんだー。まずしっす。なんはあってんだー。わらかしに来てるじゃないですか。言ってねえし。はぁ、うるさいな、お前ら。よしできたぞ。おぉ、すげぇ。黒いな、お前は。なんか別のことしてた。え、そんなになの？部屋くらー。え、安全な空間なんだよね。そういうものって情報はあるが。何らかの研究団体の施設でしょうか？あ、ガバガバクソ管理雑魚パスワード見っけ。言い方わからせくさいわよ。これ絶対その辺の PC に入れるやつ。まず電気あるならつけたいですね。電源、壁伝いに。あ、絶対これだ。どれ？ PC も結構あるな。これ電気でしょ。エアコンのパネル。おぉ、びっくりした。これ誰？あ、きさとり、これ電気だよね。これどうやってつけるの？え？サトリ、これ電気だよね。これどうやってつけるの？え？眩しいわ、バカだよ。どうやってつけたの？てか、これ最初の部屋よね。我々観測されてた？じゃあ、ここ視聴者の部屋ってこと？言えて妙だわ。ちげえよ。パスワードこれよね。そう、それです。突破したら何見れるんだろう。職員秘蔵のエロ画像だろ。まあ、それしかねえよな。え、なんでそっちは乗るんですか？何かの、なんだこれ。しよう。左上のフォルダ以外全部開けないわね。なーに？はいはい。え、何をしたんすか？うとんと。多分大丈夫ってやつ？え、本当に？まあまあ、やらなきゃ進めないでしょ、こういうのは。それはそうだが、残りのフォルダは今まで行ったに部屋の概要っぽいわ。多分何かが開いたって書いてあったから、一回戻ったら何か変化あるかも。戻ってみるか。この部屋定住ダメですか？開く扉が。ない。こっちもダメだな。あり？てかそうよ、霊夢、このトンネル来る前に何か見つけてなかった？ああ、あったわ、そこか。じゃあこの位置のドア、ハビタブルゾーンだっけか。行くか。そうそう、それそれ。うっはぁ、めちゃくちゃ怖いの書いてる。笑てるー。ステインザライト？光あれってことね。おい、さっきから英語怪しいやつ黙ってろー。読めるもん、わかったれだ。読めるもん。ビビたくないよー。暗闇に何かいるってこと？ダッシュで駆け抜けか。閉まってないよ、閉まってない。人感センサーかよ。無駄に凝ってんな。勝手に閉じないとまずいくらいのがいるってことすよ。うわぁ。わぁ。びっくりしたー。停電だ。もう鼻から真っ暗じゃんか。やーい、わっついた。なに、無言で道譲ってんだよ。やー、無理無理でそこんなん。明るけりゃいいんですよね。明るい部分なら問題ない。今これがセーフライン。要所要所明るい小スペースがあるわ。そこまでダッシュ目、明るいうちに。どうも何がいるかは確認できない。次の光ね、次のデゴーね。バイ。おー、今だ、やめ
これはセーフですか？多分大丈夫。いやいやもうやだ。扉ゴールだ。ここだ。あんな近くにある。よいしょ。だなー。暗いんだけど。私もウェブ次で行っちゃう。何か準備早い。どう行くんですか？笑ってる。うわ本当に。おいお前らもうそこないだろ。いやまだあるかも。出てないから。悟りもう行ってるからな。クソもう行ってるの。本当がいない。危ない。行けたか。いけた。扉とか探す。笑ってるだけ。色ずれ起こした何かが本当に明るいとこはダメなんだな。何者なの？エンチテ代表みたいな面してるやつ。明かりに反応したり大きい音立てたりするものに襲いかかるらしい。光源なかったら大丈夫くさいみたいな設定あった気がしたけど、このゲームだとどうなんだか。余計なことしない。明かりによってっちゃうってこと？そうみたいだな。なんか視線を逸らさないでいるとセーフみたいなことも聞いたことあるぞ。はぁ？みたいなことも聞いたことあるぞ。はぁ？レイムさんが笑ってきた。レイム。あいつなんて見てたんだ。うわぁ。あ、そういうもん。さっきゃ、さぁ、トリー。なぁ、見よう。レイム死んだ。嫌なんてなのよ。さっさと脱出口見つけるか。サトリさぁ。どうしたのよ。エリーさん死んだ。わかってんだよ。情報の伝達下手くそが。一回で伝わるものは簡潔にまとめて伝えなさい。絶対近寄りすぎだよねこれ。ジュース向こうまで吹き飛んでるし。思わず笑ってるでおい。まあまあいろんな小スペース入ったが、ここか。あー、ここっぽ。まだ鬱屈とした空間。あっついたっぽい。ここは生き返った。あー、マリさー。私悪くないからステーションと逆がふん。駅ですね。右とかもう絶対違うだろ。ふんって。楽しいって意味じゃないの？自分で爆笑とか号泣とか鳥肌とか言っちゃう系のやつ。プライムデータ。おい、引きこもり何連想してるんだ？なんでもない、なんでもないわよ。逆にさ、ゲーム。逆にさ、ゲーム出てるよ。悪い癖出てるよ。こんな自信満々に書くかって話じゃない？確かに相当自信ないと楽しいなんて書きゃしないですよね。なかなか鋭いじゃない。絶対違うと思う。それでも先頭行くマリサさん。気にはなる。あ、なんかなんだろう。わかるわよ。何？違う気がしてきた。私も。まあ言葉汚くってよ。エッポール見えなさすぎじゃない？そういう特性の部屋ではあるが。にしてもめちゃくちゃ長くないですか？パイプドリームって言って、壁と天井がずっと長いパイプでひしめいてる通路なんだわ。時間だらけで余計長く感じるわけだ。長い時間探索しているとどんどんパイプの密度ギッチギチになってって虫焼きで死ぬぞ。お、待て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 。まだそういった事象は見られませんが。全員いる？大丈夫よ。気持ち的に息苦しくなってきた。プラシーボでしょ、やめてください。マリサ、うわ、ちょっと出てるよ、悪いって。ボケて間を埋めようとするの出てるよ。まあ、ありがとう。あんたそれどうなってんのよ。暗い、ここからやばいくらい。光が差してないよ。これ正解ですか？逆か？進展あったってことはおそらくこっちで合ってる。暗いよ、狭いよ、怖いよ。面倒も出てくるわ。うわぁ、出てくるわ。うわぁ、落ち着いてください。出口全然見えない？引き返しませんか？みんな走れるよ。来てるわけわかんないの、来てる走れるよ。足音がすごい。喜びがないのよ。はぁはぁはぁ。おお、絶対誰か行かれただろ。幸せがない奴だ。出口は全然先が見当たらない。何でしょう、この先なんだよね。だるー、だるー、だるー、だるー。嘘でしょー。やだ、ごめんなさい。あー、あー、はわわやだ、ごめんなさい。あー、はわわマッチ、しゃがんで余計、ノアオは。うっ。うえやー、ここは。最初に戻されました。道あった？ちょっと壁よく見てみるか。左側。まだない。でも多分どこかにありそう。あーかー、ありました。あったあったあった。ジーウェイ、前はこれ。はぁ、レムさんか。本当に敵だよ。あれ、なぁに振り返ってんだお前。邪魔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 、これはまずいから。こっちも目視したわ。レイムたち大丈夫？邪魔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 、これはまずい。来たわ。あいつら間に合う。来たわ。あそこね。うぎー。じゃあ、危ないわ。ヨウム。あーらまー。あっはっは。来たわ。あいつら間に合う。うぎー。じゃあ、危ないわ。ヨウム。あーらまー。あっはっは。ごめん、ヨウム。やべ、間に合わなかった。あんたたちなんかしてた？いや、別に何もしてなくて。ヨウムなんでそこで止まってるのよ。壁に引っかかったんじゃないすかね。あれもスマイラーよね。多分。奥に走り抜けてったのかな。次の部屋行こうぜ。グッジョームすまねえ。守れなかった。私に力が足りなくて守れなかった。まあまあヨウムもうん、分かってくれるよ。あいついいやつだもん。まああの子も思わず石柱に巫女で足を止めたんでしょうや。好きだものね石柱。エイデンは結構な石柱フェチだって聞いたぞ。一人で実況部屋で石柱ってぼやいてた時もあったわ。あったあった。私見たもの。次はレンガ作り。なんかこう開放感ある部屋とかないの？お、檻みたいになってるよみんな。いや理不尽ではないだろ。メンタル強靭かよ。しれー、今度は何なんですかこれ。ものすごい雰囲気あるわね。それなんだ？電気？なんか書いてますね。多分配電盤とかだと思うのです。眩しい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 。多分配電盤とかだと思うのです。眩しい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 。なんかそうっぽいな。配電盤ってことはこう、セオリーだけど電源探し回ってここに戻ってくる的な。ちょっと他の扉ある？およ。開いてたらさすがに誰か気がつく。よね？あれ？そんなとこ開いてた。いや見てないです。初代バイオハザードバリの扉の緊張感。檻だわこっちも。電源とかそういった類のもので。あ、なんか今までの部屋とはまた別のベクトルで怖いな。怖さを無視してたのにやめてください。電源系ので間違いない感じ。ちょっと夫を何どした？これ見てみろよ。どうしたの？
これ何？うわ、好きそう。チョコバーじゃねえか。私たちガスマスクつけてるのにいけるの？え、そんな盛り上がるほどのなんか因縁あったっけ？見とけ悟り。あいつはゲームに関してはうまいか下手か言われたら下手だ。いや、動画的な引きは無駄にいい。それは確かに。おっしゃ、任せとけ。いただきます。もう、ごっぽ、これはですね。引き強い。